花嫁衣装は、誰が着るは、1986年4月23日から1986年10月15日まで、フジテレビ系列で毎週水曜20時20時54分に放送されたテレビドラマである。主演は、堀ちえみ。父を知らず、母も失った少女が、デザイナーを目指して、数々の苦難を乗り越え、成功して幸運をつかむまでを描いた物語。 1968年に週刊少女フレンドで連載された細川千恵子の少女漫画憧れを原作としている。父を知らず3歳で母を失った少女にただ一つ許されていたのは夢を見ることであった。この物語はその儚い夢を大事に育てた少女の愛のロマンである。雪村千代は母の死を要因にして3歳の頃、佐渡で 有数のホテルを経営する王子、相良玄三の家に引き取られた。7歳の頃、玄三の娘で千代と同い年のいとこである美佐子が崖から転落し、足が不自由になる事故があり、その原因が千代とされてしまう。ある日、千代は海岸で負傷しているアイドル歌手の上月光を助ける。高校を卒業したら、東京へ行き、ウェディングドレスのデザイナーを目指すという夢を支えに、 頑張る千代だったが、周囲からいじめを受け、孤立する佐渡の生活に耐えられず、予定を繰り上げて、高校を中退して上京し、デザイナー事務所に就職する。光は、リサイタルの衣装を新進デザイナーのゆりあさみに、依頼する。ゆりの店で、千代と光が再会した。完成した光の衣装を千代がアイロン室に置くと、何者かにアイロンの上に倒され、焼かれてしまう。 コンサートに当日、ゆり兄弟と共に衣装を用意できないと謝罪に伺う。千代に、出てけ。顔も見たくないと罵る光に対して、光の父親行が一括すると冷静になった光は、衣装を着ないで歌うことを決断する。幕が上がり歌が始まるとお客も最初は戸惑っていたが、光の歌う姿に感動しコンサートは、なんとか成功に終わる。光は後日、 コンサートで着なかった衣装を自分が着るにふさわしく、なるまで預かってほしいとユリデザインルームを訪れたが、その時はもっとふさわしいものを作るから預かれないとユリに却下される。その帰り道に、公園で、光がチ代に、ツアーに出るためしばらく会えないと伝え、お互いに頑張ろうと握手して別れる。この頃から二人に愛が芽生え始めていた。ファッションショーで、チ代に、デザイン登用の疑いがかかった。 カオリが調べたところスパイは同じデザイン事務所のミチコだとわかるが、その罪を被って千代はデザインルームを辞める。その頃、光と千代は異母兄弟だという疑惑が浮上する。光の父、新業が設計したビルが建設中に崩壊し、多額の借金を背負うこととなる。千代はデザイン登用の疑いが晴れて再び百合の元に戻ることとなった。美佐子は、 光と結婚することとなる。ミサコは千代にウェディングドレスを作らせた。光が主役の映画ではスタントなしで撮影が行われた。崖から落ちそうになった東道を助けて転落するが、奇跡的に生還する。千代は光にイボ兄弟だと告げたことを耳にしたミサコは、光の記憶障害の父がいる金沢へ赴く。千代はユウスケと結婚することを決意する。ミサコは、 光と千代が兄弟でない証拠写真を手に入れるが、焼き捨ててしまう。光は、ユ介スケと千代と共に、金沢へ行き、兄弟ではないことを確認する。ユ介スケは千代を諦めると言って去っていった。二人に希望が生まれた矢先、ミサコは、ガス自殺を図ったが未遂に終わる。そのことを受けて、光は、ミサコ、千代は、ユ介スケのもとへ戻ることにした。千代は、ユ介スケのもとで、 花嫁修行に励むが、末のお供で仙台に帯同した時に偶然にも仙台にコンサートに来ていた光と再会する。雄介は光を潰す目的で芸能事務所を設立する。千代の元を訪れたゆりから、千代の父、篠原はゆりの元恋人で秋江の夫であるということを知り失神してしまう。千代と祐介の挙式の日が迫り、千代は佐渡に戻される。光は、 覚悟を決め、佐渡に渡った。雄介との婚礼が二日後に迫る中、光は大胆にモバイクで、坂田家に乗り込みちを連れ出すことに成功する。雄介は、怒り坂田企業の力を活かして二人が佐渡から出られないよう完全に包囲してしまった。しかし謎の男の案内で二人はボートで島から脱出する。千代は、光と東京に向かう。祐介から逃れるため、 昭恵のもとで、デザイナーの仕事を手伝うこととなる。祐介は千代を奪うために手段を選ばず、ミサコや光に圧力をかけた。千代は諦め、祐介と結婚する。光が佐渡にやってくるも、千代は、私はもう一妻ですと光を拒絶する。一生佐渡から出られないと覚悟をしていた千代に転機が訪れる。昭恵は、東堂と企み千代のデザイナーとしての才能を利用し、 デザイン業界からユリを抹殺しようとしていた。ユースケの命令で再びチ代は東京に戻される。チ代とユリが対決する形のジョイントコレクションが開かれ、結果は秋江の思惑通り、チ代の勝利となった。それを見たミサコは人を落とし入れても自分は幸せになれないことを知り、虚しさを感じ、チ代が作ったウェディングドレスをチ代に返し、光と結婚すべきと告げる。 光は千代が心の妻として生きていくと千代に約束する。芸能界から追放されていた光は歌手として再起を果たそうとする中、東道に裏切られ会社を乗っ取られそうになり、経営者失格の落印を押され、さらに千代に対する光の愛する心を知る自分の居場所がなくなってしまい、自暴自棄となったユースケは警察車両とカーチェイスの末、 死を覚悟の上での交通事故を起こし、帰らぬ人となる。百合は、一緒に勉強しようと千代に、パリに行こうと誘ったが、坂竹の未亡人として生きていくことを決意した千代は、それを断る。しかし、千代の誠実さが末の心を動かし、千代を、坂竹の束縛から解放し、フランス行きを進めた。東京に旅立つ前に気楽によりおじ、おば、みさに別れを告げる。すると、 おばから辛くなったらいつでも帰ってきな。ここがお前の家なんだからと初めて優しい言葉をかけられる。東京に戻った千代は香りに連れられて空港に百合を見送りに行く。そこで百合に必ずフランスに行くことを約束する。見送りが終わり百合デザインルームの港歩いているとそこに光が立っていた。 香りたちは気を利かせ先に立ち去る。二人きりになり、西新宿を歩きながら、千代が光にウェディングドレスを返してください。それを超えるものを作りたいのでと懇願する。快諾した光はいつかそのドレスを着て、僕のところに来るのを待っていると告げる。光が千代の手を取り、共に歩き出す。新宿中央公園の公園小橋の階段を降りる、ところでドラマは終わる。 冬の頼りが近づいていた。だが、愛し合う二人は、やがて来る春の鼓動を確かに感じ取っていた。父を知らず、三歳で母を失った、天外孤独の少女に唯一許されていたのは、夢見ることだけだった。その少女の夢が今、花開く季節を迎えようとしていた挿入歌、BGM、憧れは、細川千恵子による日本の漫画作品。 週刊ジ女フレンドにて1968年3号より1969年26号まで連載された。単行本は前後巻、文庫版が前後巻。原作、細川千恵子、著者、花井愛子、花嫁衣装は誰が着る ISBN978 から4から06から19万69から1。ありがとうございます。